河川敷でしこっている俺、夢中になっていると突然俺のチンコめがけて石が飛んできた。驚いて対岸を見るとそこにいたのは橋本環奈。橋本環奈はねえそんなところで何してんのと聞いてきた。俺は天気がいいからしこってたんだよ、橋本こそ何やってんだよと聞いた。橋本は水切りだよ、そんなことない、最近ハマってるな、そんな声じゃん、結構うまいんだから見ててよと言い大きく振りかぶって石を投げた。石は水を切ることなくまっすぐ俺のチンコに向かってくる。二投目も見事にチンコを直撃し、チンコは血しぶきを上げて弾け飛んだ。得意げな顔で俺を見る橋本環奈に、水切ってないじゃん言ってやりたい。